こんにちは小原です飛距離アップこのポイントについてワンポイントアドバイスをさせていただきたいと思います飛距離アップに悩んでいる方の多くいろんなプログラムを実践されている方多いですよねしかしなかなか成果が出ないという現実もあると思います今回はワンポイントに絞って効果的な練習をアドバイスさせていただきたいと思うんですがこの飛距離アップというとクラブヘッドが 早く動くということがとても大事になっていくわけですよねヘッドスピードが上がる早く振るヘッドスピードをいかにして早くするかというのが一つ大きなポイントとなっていくわけですそしてヘッドスピードを上げる上で考えるのはそもそもその自分のスイングの中でヘッドスピードを落としている原因というのは何なのか というのを探っていくっていうことが大事ですよねその原因の多くは左足にありますどういうことかこれは私の飛距離アッププログラムでも実は紹介しているんですが皆さん釣りを思い起こしてください釣りをするとき竿に竿をこう餌を投げますよねそのときこの手の動きを見てくださいこういきます こうはならならいんですねこういう動きをしてしまうと飛距離アップにつながらない竿先がしなってえ飛んでいかないわけです竿先を効率よくしならせてヘッドを効かしてボールに最大のエネルギーを伝えるためのそのポイントが左足にあるわけです具体的に言うとバックスイングを上げてダウンスイングに下ろしてきますその時に このように左足の内側がめくれてしまうと先ほど言ったこのような状態になってしまうわけです。先ほど私が釣りで竿をしならせて遠くに飛ばすためにはこのように手を止めると言いましたがこの役割を果たしているのが左足の内側ですダウンスイングを下ろしてきてインパクトの時左足の土踏まずを ギュッと踏ん張るそうすることによってクラブヘッドが走っていきますえ決してインパクトの瞬間手に力を入れたりしてもなかなかその効果は得られませんこの基本を作っているのが肩から肩のスイングですフルスイングでいきなりやろうとしてもなかなかできませんからまずは肩から肩のスイングで肩から肩のスイングはベタ足でしたねこののベタ足のスイングで 終わった後、左足の内側にしっかりとプレッシャーを感じた状態でスイングが終われるように確認してみてくださいこの時にこのように左足の外側に体重が流れてしまうと加速と減速のメカニズムというんですけどもブレーキをかける動きがなくなくってしまいまいす。そうするとヘッドが走っていけなくなってしまうわけです。 常にしなった状態のまま行ってしまうことになるわけですよねしなったものをを手元を止めてあげるるからヘッドが走るわけですその役割を果たすのがこの土踏まずというわけなんですが肩から肩の練習で土踏まずをしっかりとホールドしてそしてフィニッシュでそのホールドした形を確認するこの練習をこの冬の間徹底的に行ってください。そうすることとで春先4月5月と あったくなってきて体が動くようになってきたとき必ず飛距離アップにつながっているはずです間違ってもこの練習をしてすぐに飛距離アップをさせようというふうには思わないでくださいなぜかというとこの冬というのはやはり体が冷えていますね冷えているということは筋肉の温度が下がっているわけですそういった状況の中でヘッドスピードを速くしようと思っても現実的にはこの時期には無理ですではどうするか この時期に暖かくなった時、いかに飛ばすための動きを身につけるか、スイングを身につけるかということです。そのためのポイントが左足です。ぜひ試してみてください。